成長にはスタートからゴールまでの過程があります。より成長していくためにはスタートとゴールを何回切れたかが重要になってきます。つまりスタートとゴールのサイクルを増やす、チャレンジし続けることが上達につながります。部活動という限られた時間の中で上達するために重要になってくるのは密度。前回練習の中での密度を上げるため、いつもより多くの練習メニューをこなした勿来工業。まずはどんどんプレーする、これを意識して、やっていきましょう。いっぱいあればみんな俺上手くなると思う。なので密度を高めた、そういうイメージ。ただ密度を上げる方法は練習だけではありません。それはミーティング。今週どういうふうに意識し、何をターゲットにトレーニングをしてきましたか、各パートごとどのような結果でどのような課題が出て、それをどうやって改善するのか、これをまずちょっと10分間で、各自書き込みます。練習の密度を上げる方法は練習以外の時間で、目標の設定、課題の洗い出し、そして改善方法を考えること。さらにチームをセクションごとに分けてリーダーを選出、チーム全体、アタック、ディフェンス、作戦、筋力トレーニングなどジャンルごとに分けて、それぞれが目標を設定します。ミシューはそのフィジカルの、リーダーになりました。はい。例えば、チームの平均、ベンチプレスの平均、スクワットの平均、あとは体重の平均、フォワードバックスみたいなところで言うと、知ってる？いや、ここまでは分かる。目標に向かって進もうとしても、現在地。つまりスタート地点がわからないとゴールまでの見通しは立ちません。そのため管理するリーダーとして最初にすることは把握すること。ステレスが 77.5 で、目標が80、まあ、スクワットが100です。リーダーは全体を把握する。一人一人は自分の現状を把握する。スタート地点が分かることでゴールも明確になります。遠い目標ではなく近い目標を設定し、スタートとゴールのサイクルを繰り返すことで成長していきます。とりあえず練習の方は、全員で声出す、そして盛り上げる、コンタクトの時とか人プレーしてる、していない人も声出して盛り上げるっていうところ、あとはコンタクトの姿勢や低さを習ったことをしっかりと使うっていうことをターゲットとして行いました。OK、やっぱタックルプレーの低さとか強さは良くなってきているんです、良くなってきていて、でアタックのコミュニケーションとかはできていて、ファンの人間とのコミュニケーションができていて、裏のプレーとか使えてるんですけど、ディフェンス側のコミュニケーションっていうところがなかったから、最初の方逆側とかを使われて、はいはいはい、足速い人に抜かれてしまったところとかがあったので、そこを修正していきたい。じゃあ次、トーマーディフェンス行こうか。はい、課題がアップスピードを上げるとダブルタックルの姿勢とフラッシュショットです。はい。で、できていた点が、アップは早くできていました。ダブルタックルの面では
ちゃんとケツをつけて低い姿勢でタックルできていました。そうだね、はい。ただ、そうだな、はい。フラッシュセットが、全然できていなくて、あと相手がパスしてからシャットするっていう課題もできていなかったので、改善するためにフラッシュセットは 何枚回るかとか、自分がどう見るかとかをやっぱり声かけしながらやっていきたいです。自分たちで言語化して課題や目標を具体的にすることで、次回のトレーニングの密度を格段に上げることができます。ちょっと今日のミーティングは以上にしたいと思います。先生、イメージいかがだったでしょうか？ OK だと思います。はい、ありがとうございます。はい、ターゲット今の話にはあったんで、やるメニューと、簡単なターゲットはこれとこれとこれっていう。ありがとうございます。あとフォーカスポイントを、あれですかね、ちょっと各担当と私の方でちょっと、はい、出して、具体性を持って、クレジーするという形で、はい、いきたいと思います。はい、ありがとうございます。今回、勿来工業は、普段の練習から目標を設定しました。小さなゴールであっても、そこに向けての道のりは人を成長させます。新しい目標を設定することで、今何が足りないのか課題が明確になります。目標の設定、そして課題克服、この過程が日々の練習の密度を濃くします。塵も積もれば山となる。小さなことでも繰り返すことが大きな成功につながります。